はい、どうもこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、1月2日でございまして、今日もですね、初売り回りに行きたいと思います。現在時刻はですね、13時18分でございます。今からですね、友人と昨日は釣り具屋さんの初売り巡りに行って、今日はですね、初詣とあと、なんていうのかな、ホームセンターの初売り回りを、ちょっとね、市内の店舗をちょっと回ろうかなと思います。まあ、買うものは、まあ、ちょこちょこっとあるからかな、ぐらいな感じで、まあ、他にね、なんか、あ、これだっていうものがあったら、買おうかなといった感じでございます。はい。ということで、今からですね、初売り&、三社前、初詣というか三社参りに行っていきたいと思います。はい、ということで1店舗目やってきましたのはナフコ鶴崎店でございます。まあ、何を買うっていうわけじゃないですけども、まあ、とりあえずちょっと回ってみたいと思います。はい、というわけで、ナフコでね、ちょっと買い物してきまして、こちら、ナフコで買ってきたものはですね、こちらの福袋が2つで、あ、ちょっとダメでした福袋が2つでございます。はい、これまたね、ちょっと帰ってゆっくりね、開封していきたいと思います。はい、ということで、次のね、お店に向かいます。はい。はい、ということで、初詣回りの三社参りなんですけども、今からですね、笹本神社の方に、初詣に行っていきたいと思います。人めっちゃ多いんだけど。はい。ということで、行ってきまーす。はい。ということで、何店舗目か忘れたけど、山田電機和田店にやってきましたので、ちょっと行ってみようと思います。続いて、山田電機の近くといえば、こちらでございます。やっぱりね、ファッションセンター島村、初売りセール一応やってるみたいなのでね、ちょっと寄ってみようかなと思いまして、来てみました。で、まあ、島村ね、ここ島村バースデープラス、あ、ここにね、奥にというか右側に見えてるアベイル、こちらの方ね、見ていきたいと思います。で、ハンズマンに来ました。まあ、初売りセール一応やってますけどね、どういう風なのがあるか、ちょっと見に行ってみようかと思っております。はい、では行ってみましょうか。はい、ということで、続いて、格のホームワイドプラスでございます。ここはですね、大分県で一番でかいホームワイドでして、で、ちょっとね、まあ、毎年来てるんですけども、はい、ということで、ちょっとね、覗いて、なんかいいのがあれば買っていきたいと思います。はい、ということで、ちょっとホームワイド行ってる間に完全に、星が出るほど暗くなってしまいまして、あのね、初売りでね、あ、見えちゃった。ちょっとね、買い物したので、まあ、こう、買い物したものは、ちょっと後々ね、まとめて紹介しようかなと思いますので、はい、ということで、次のお店に行きたいと思います。続いて来ましたのは西大分のこの大きいミスターマックスでございます。いや、でかいしということで、こちらね、ペイペイが使えるんですよね。知らない人もいるかもしれないけど、ちょっと時間かかりますけど、はい、ということで、ちょっとね、何かあるのか、福袋あるのか見に行ってみたいと思います。はい、ということで、春日神社に来て、三社参りの2社目でございます。ということで、あんまり寒くないけど行ってみようと思います。はい、ということで、今回来ましたのは、広瀬でございます。広瀬の大分県では一応一番でかい、スーパーコンボね、こっちからずらーっとこう広瀬があって、食の蔵と長いところでございます。はい、何かあるのか見に行ってみたいと思います。広瀬でね、買い物してきたのはこんな感じでございます。なんか美味しそうなやつと、こちらオードブル、まあ半額じゃなかったけどね、もう今日はちょっと今からすき焼きという美味しいものを食べるんで、
実は明日からというか1月3日に食べるオードブルをねちらっとこんな感じで買いました。はい、ということで次のお店に行きたいと思います。というわけで、こちら次にやってまいりましたのはダイレックス下郡店でございます。ダイレックスはですね元旦と2日の日にオール1割引きというね全てのもの、まあ、酒とか別だったと思うけど全てのものに対して1割引きっていう感じで、やっているので、まあ、もちろんね、来ないわけにいきません。ちなみに下郡店は8時半までね、あと高田とか森町は8時だったかな、店舗って違うみたいなんですけども、とりあえず行ってみたいと思います。はい、ということで、ダイレックスで大量にほぼほぼお菓子をね買ってきました。やっぱね全部で全部で使う全部1割引きなんですよ。あの普段の価格からねオール全部1割引きなんで、すごく安くなっておりまして、なんか知らんけどお菓子をね爆買いしましたね。はい、ということで、次は三社回りの三社目になるのかな、ということで行ってみたいと思います。はい、というわけで、今日の最終目的地点になりますかね、ちょっと時刻もちらっと、8時半ぐらいでございますけども、五穀神社の方にねやってきましたので、三社参りしていきたいと思います。